さて皆さん、国や地方公共団体のように行政を司る立場としてのみならず、企業や一般家庭に至るまでに平和や安全保障のために欠かせないのは何でしょうかね。これですよね。いわゆる危機管理、危機に対する対応の仕方ですよね。まあ、この危機管理の概念というのは、非常に大事なんですが、実際のところは我が国では第二次世界大戦後に私たちが長年平和を貪っている間に、この危機管理に対する意識が薄れてしまってはいませんか。皆さん、我が国に、我が国を憎み反対し、あるいは敵対し潰そうという勢力はいつの世も存在しています。今こうして私たちが平穏に暮らしている間にも、彼らは着々と作戦を展開しているんですね。それはもちろん人権法案や自治基本条例においても例外ではなく、いつこれから申し上げるような事態が起きてしまったとしても決しておかしくはないんですね。さて皆さん、我が国は言わずと知れた島国ですよね。で、特に太平洋にかけて無数の島々が存在しています。まあ、こんな感じですよね。まあ、日本地図とその全体なんですけども、この地図を見ても分かりますように無数の島々が存在してますね。でもね、この無数の島々の多くは無人島か、あるいはごく少数の人々が暮らす小さな離島です。しかし皆さん、これらの島々の存在と、この白い範囲分かりますか。これはね、領土ではないけれども他の国の船舶などの、接近を許さない、つまり優先的に開発する権利がある排他的経済水域、これ書いてますけども、別名を EEZ、 これを我が国は持つことが可能なんです。我が国の領土は確かにちっぽけです。ちっぽけなんですが、実はこの排他的経済水域を含めると我が国は6番目に広いんです。それだけに我が国はこの EEZ のありがたみっていうのは大きいわけですけども、しかし皆さん、そのような無人島がほとんど、もしくはほとんど少しの人しか住んでいない小さな離島である、まあ、この辺なんか特にそうなわけなんですが、そのような、ね、住民こそ少ないものの我が国の安全保障上極めて重要な離島ありますよね。例えばこの辺とかありますよね。この離島において、もし自治基本条例が制定されて、市民と認定された特定の、あるいは例えば外国人を中心とする勢力に市民委員会を通じて行政を支配されてしまう、このような事態が起きたら我が国の将来はどうなってしまいますかね。皆さん、小さな離島というのもなんとか村ってありますよね。特に東京都なんかそれが非常に多いです。東京都なんとか村、そんな離島といえども、地方公共団体としては一つの立派な自治体です。ということは、その自治体がもたらす影響力というのは絶大なものがあるわけです。それは大都市であろうと、ちっぽけな自治体であろうと一緒なんです、その影響力は。でもしですよ、この辺の島の一部がもしこんなこと言い出したらどうなりますか。市民自治に基づいて、我々は市民自治に基づいて我が国からの独立を宣言する、なんて言ったらどうなりますか。その瞬間にですよ、例えばここだとしましょう。そうすると
我が国は離島を中心とする幅広い経済水域、ここの水域いっぱいありますよね。これ周囲こんな200カリです。これを全部失ってしまうんです。でまたこの辺を外国に乗っ取られるということは、ここは飛べなくなるんですよ。あの飛行機が上空を、船も行けなくなるんですよ。ということは安全保障上において重大な欠陥を抱えてしまうことになっちゃうんですよ。はあ？何黒が言ってんの？そんなバカな！と思う人いるかもしれませんね。でも皆さん、これは決して絵空事や夢物語なんかじゃありません。まあ、私、日本史の教師ですけども、現代社会も免許を持ってます。それで申し上げますが、国際法上においてね、国家というのは、どうやって成立するかものですか。3つの要素を持ってるんですよ。国家の3要素は領域、国民、主権です。で皆さん、この場合ですよ、他の国家が、しかもこの3つは他の国家が判断するってことなんですよ。自分がいくら領域、主権、国民を取らないっていうのも他の国家が認めなければ何の意味もないわけなんですが、皆さん、この場合独立を宣言した離島どうなりますか。独立を宣言した離島には領域、つまり領土があります。でそこには国民もいます。つまり領域と国民は独立を宣言した瞬間に備えちゃってるわけです。じゃあ残るはあと一つ、主権です。我が国は独立国としての主権を持っているということを他の国が認めれば、その瞬間この自治体は国家として独立することができるということなんです。そんな主権なんて日本国が認めなきゃないじゃないかと思います。甘い、その考え甘い。もしですよ、離島の支配者が事前に根回しをして他の国家、しかもどことは言いませんが、例えば国際連合の安全保障理事会において常任理事国を務めるような強い立場の国家に、私何も言ってませんよ。強い立場の国家に離島の国家としての主権を認めさせてしまえばどうなりますか。もしそうなれば、たとえ我が国が不承認であっても、何しろ相手は国連安保理の常任理事国ですよ。離島の独立を防ぐことは不可能です。なぜか、そもそも離島を独立させてしまうような失態をしたのは我が国じゃないですか。要するに、お前がそんなことしてから前にはボケ、その世界ですわ。ね。で、これ、ということは、この瞬間、ある国の影響を受けた独立国が誕生する。ということは、この周辺はみんなその、他の国の影響を受ける。で、この独立国が他の国と同盟を結び、他の国の人々が入り放題になったらどうなりますか。で、他の国が軍事同盟を結び、他の国の軍隊をこの離島に置くことを、その独立国が認めればどうなりますか。一つ間違えれば亡国の危機ですよね。そういうことなんです。でこれはね、自治基本条例に基づいた話ですけども、仮に人権擁護法案といった人権法案が制定されたとしても、結果は同じですよ。なぜなら、我が国に定住する外国人から、外国人に参政権を与えないのは重大な差別である、と内閣から独立した強い公権力を持つ人権委員会に訴えればどうなりますか。たとえ外国人への参政権が憲法違反であることが分かっていても、人権委員会の行動に対して、それに対する反論が事実上不可能になっちゃうじゃないですか。つ
からこういうことが起きているところです。人口数百人の小さな離島にそれこそ何千人もの外国人が移住して彼らが参政権を行使すればどうなりますか。まさにこの広めの状態です。それだけですよ。外国人による行政の乗っ取りが完成して独立が容易になってしまうということです。今やってるみたいに何とか立て直そうということすらままならなくなってしまう、そういうことなんですよ。ちなみに今回はね、例えの一つとしてこういった離島を挙げましたが、あるいは米軍基地、あるいは今いられ方問題になっている原子力発電所、こういった施設など重要な施設を有している地方自治体であったとしても基本的な流れは全く一緒です。米軍基地のすぐそば、あるいはその米軍基地を抱えている自治体、原発のすぐそば、あるいは原発を抱えている自治体に自治基本条例によって行政の乗っ取りが誕生すれば一緒ですけど、皆さん今こうやって広場の無事に学びましたけど、私たちの愛すべき祖国日本、これが気がつけば先ほどの状態のようにいつ他国に蹂躙されるかわからないという極めて危険な状況に置かれてしまう、こんな恐ろしい条例が許されてようもなんですか。まあ、今の例で申し上げたように自治基本条例も、あるいは議会基本条例、そして人権法案、その最終的な目標はどこにあるか、それはこういうことじゃないですか。外国人による我が国の合法的な支配、これに尽きるんですよ。これのためにやってるんですよ。で、特に何度も申し上げてますが、国政の目が届きにくい自治基本条例の方がより深刻、より大変なんです。で、そういった状態を分かりやすい言葉で表現しようと思えば、これらはこういうふうに例えることができるわけです。侵略条例、あるいは日本侵略ウイルス条例なんですよ。え、なぜウイルスにさせるんですか。そうですよね。なぜウイルスにさせるのかというと、これもちゃんと理由があります。それはね、こういった条例はある条件下においていつ国内収集不可能な騒乱状態を起こし得るかわからない、そういう意味でウイルス条例なんです。で、そして今このウイルス、世界すでに日本各地でどんどん仕込まれていってるんです。どのような条例であろうと、普通はね、その条例の条文の市民、町民、県民、これらに外国人、あるいはその都道府県、市町村の有権者以外の人間、これが合法的に入り込める条例、これは自治権の条例だけではありません。今私申し上げている、そういった条例をもし作ってしまえば、万が一の事態が発生した場合に、それはどうやって働かせてますか。日本破壊装置なんです。これらを入れたら終わりなんです。ウイルスなんですよ。なぜ、先ほど私この話をしましたけど、もう一つの if を考えてみましょう。
失礼しました。現在我が国は平和を保っています。しかし戦争というもの、あるいは紛争というものはいつどこで起きるか分かったものではありません。もし不幸に仮に我が国が特定の国家との戦争状態となれば、そしてそこに自治基本条例を制定している自治体があればどうなるか分かりますか。特定国、どこでもいいです。その特定国の国籍を持っている市民、市民は外国人でもなれますよ。その市民が一斉に、一人じゃないですよ、それこそ数百人、場合によっては数千人が市役所あるいは町役場に押しかけて議会に迫るんでしょうね。何と言って議会に迫るかというと、お前ら戦争を止める決議を出せ、あるいは日本の方が悪いという声明を出せ、もしくは悪いのは戦争状態になって悪いのは日本の方だという決議を出せなどと議会に迫ることでしょう。もしそうなれば自治基本条例がありますから、議会はそういった外国人であろうが何であろうが市民の声を尊重しなければならない決まりですよ。つまり特定の市民によって議会は本心がどうである反日的な動きを国内の自治体でありながらせざるを得なくなるということなんです。これしかし中には気骨のある自治体がいたとしますと、いやそれは断る、もし議会が従わなければどうなりますか。日本人ならまだ話があるかもしれない、でも外国はそうはいけませんと。例えばこうなるでしょうね。議会が従わなければ市民たちは当然市役所で乱暴老跡を働くことでしょう。窓ガラスが割れるなんて当たり前、あるいは数千人が一斉に市役所をめがけて投石するかもしれない、その結果多くの怪我人も出ることでしょう。ですので皆さん、そういった野蛮な行為は一つの自治体だけで起きるんじゃありません。自治基本条例を制定している300近くですが、その300近く、もしくはその300以上の自治体に一斉に起こるということなんですよ。で、これはある意味騒乱ですよね。で、この騒乱がみるみるうちに激しくなれば、やがて我が国は内乱状態に近づいていくという意味なんです。そして我が国がもはや収拾不可能な状態になった場合どうなりますか。まるでそれを待っていたかのように、やがて各自治体がこのような声明を出すことでしょう。市民委員会の意見を尊重し、我々は日本から独立して特定国、この場合は戦争相手のことですね、特定国の支配下に入ると全国で一斉にそのような宣言をすればどうなりますか。さっきと一緒ですよ。起こるんですよ。さっき言いましたけど、こういう話はいつ起きてもおかしくないんですよ。さっきの条例、さっきの前例があるじゃないですか。どうなりますか、その時。まあこれらがこの条例によって引き起こされる可能性が高い事態と言えるんですが、皆さん、このようなんでこのようなことになっているんですか。それはね、有権者の本来持っている貴重な権利、これをつたつたに引き裂くだけではなく、議会の機能すらこのようにして自ら失ってしまう条例を自身の議会が可決していた、つまり自治基本条例はこういう条例だったんだということを知らなかった人が、その時まで 99% の市民に上っていた、つまり市民はほとんどこのようなことを今知らない。
そういうことじゃないですか。で、そんな危険な条例を自治体の言われるままにうんうんと言ってうなずいて作ったのは誰ですか。決めたのは誰ですか。地方議員じゃないですか。要するに全国の条例を定めたお人よしの地方議員の皆さんはおそらくそのような事態になって初めてしまったと思われることでしょう。しかし時すでに遅し、その時になってどれほど残機の倫理からようが、そうなってしまってからじゃ遅いんですよ。全国の失礼な話、無知な地方議員が今まさにこのようなウイルス条例を定めているのであり、またいつか起こるであろうその必要な時までこれらの条例は機能せずに眠っているんです。これを何と言いますか、潜伏ですよ。いるウイルスとしてじゃないですか。まさしく潜伏しているのであり、もしそのウイルスが発病したらもう遅い。その先に待ち受けているのは亡国そのものなんですよ。だからウイルスなんです。ウイルス条例、なぜかずっと体の奥深くに潜伏して機会を伺い発病するのを待っている。発病した時にはすでに手遅れ。日本国は全てその全体を蝕まれ、滅亡への道を歩んでいかざるを得ない。だからウイルス条例なんです。で、こういったことも決して偉そうなことじゃない。その理由を一つ付け加えておきましょう。チャイナです。中華人民共和国では今から3年前の2010年平成22年にこういった法律が施行されています。国防動員法ですね。この国防動員法、どんな法律かご存知ですか。もしチャイナに有事が発生した場合にはどうなるか。日本もしくは外国在住の全ての中国人が本国政府の指示に従わなければならない、そう定められてるんですよ。ということは、不幸にももしチャイナの戦争状態になって在日の中国人が本国政府の指示に従って自治体の市民として暴れ出したらどうなりますか。そういうことなんです。で、これらのことは決して起こりえない話じゃないし、私たちはあまり一般的には知られてないけどあることを経験してますよね。今から5年前です。平成20年オリンピックが行われましたね。どこでしたか。北京でしょ。ということは当然世界各国に聖火ランナーが走りますよね。日本では長野で聖火リレーが行われました。皆さん、その時長野で何が起きました。まあ、ここでは申し上げませんが、それを皆さん、中国人によって何がもたらされたのか、このような事実を私たちは決して忘れてはならないでしょう。まあ、いずれにしましても、自治基本条例に隠されているこういった真実を見極めれば、これは皆さん、もはや静かに進められている侵略戦争以外の何者でもないんですよ。戦争はね、別に武器を持ってやるわけじゃない。こういった状況も実は侵略戦争で、そのウイルスが発症するのをじっと待っている状態なんですよ。我が国はね、自治基本条例によって水面下でかつ着実に侵略を受けているのだ。こういうふうに分析しなければいけないということなんですね。しかしですよ、それが分かっているとすれば、私たちはどのように対処すればいいんですか。決して方法がないわけではありません。まず何よりも重要なのは、
まあ、これは知識温存条例だけじゃなくて人権法案にも言えることなんですけども、まず名もなき日本国民全員一人一人が我が国は間接民主主義によって政治家に行政を任せているんだという自己の立場をしっかり認識するとともに、その自覚を強く持つことではないかと思います。なぜなら普段から国政あるいは地方行政に関心が高い市民国民であれば、自分のところの自治体であるいは自分の国でどのような条例あるいは法律が作られていっているのかということを比較的容易に判断できるからです。認識さえ持っていれば地元でどんな条例が作られようとしているかというのは比較的判断が容易です。でもしその状態で自身の居住自治体で自治基本条例のような危険な条例が制定されようとしているのであれば、本日お越しの来賓の方々のように信頼できる地方議員などに陳情を課されるなどのことによって議会を動かし、その結果条例を阻止できることも可能でしょう。で、実際に神奈川県の鎌倉市、大阪府の茨木市、あるいは兵庫県の姫路市、こういったところでは自治基本条例の動きを止めることが可能になっています。一方、こういった自治基本条例あるいは議会基本条例の制定が避けられなかったとしても、東京都調布市のように市民の範囲を厳格にして外国人を絶対に入れない、そのような対応をすれば内容をこね抜きにすることも決して不可能じゃありません。で、不幸にも自分の自治体にすでに自治基本条例が制定されてしまった後であったとしてもですよ、諦めていてはダメです。諦めていれば感染しているウイルスの発病をじっと待っているようなもんですよ。誰が転んで座して死を待つというんですか。そうならないためにはもちろん地元の住民の声が必須なんですけど、そしてその地元の住民の反対の声が大きくなれば大きくなるほど、いずれは条例を阻止できるか、あるいは内容を危険なものの内容にすり替えるか、そういったことも可能になるんです。といってもこれらのことは気がついた市民一人一人での力だけでは決して難しいかもしれません。しかし皆さん忘れていませんか、今の我々には強い味方があるんじゃないですか。ネットですよ、ネット。例えば自分の住んでいる自治体や所属する地方議員に対して自治基本条例が制定されようとしているんであれば、あるいは制定されてしまったのであれば、その自治基本条例の危険性に関して、この条例はこんな危険な条例ですからやめてください、もしくは制定しないでくださいといった内容のメールを送り続けるなどの抗議活動を根気よく続けることも可能なんです。メールというのは、ネットというのはそういう手段が可能なんです。地道な努力は我々はできるんですよ。普段忙しくても、例えば今メールというのは24時間受け付けてます。家帰ってから、いろんな信頼できる地方議員あるいは自治体の窓口に対してメールを毎日毎日出し続ける、これは我々は決して不可能じゃありません。で、この他にも自治基本条例というのはこんな危険な条例なんだと、そう言ったい、あれだからこれをどうにかしたいんだという意見をネットの世界でホームページあるいはブログなどを立ち上げアピールしていけば、同じ志を持っている人々がやがては結集することでしょう。ネットのような結びつきは意外にも強いものがあります。同じ志を持っているのの連携が強いように、ネットの結びつきも決して弱くありません。で、そういった動きを結集することでやがては議会を動かす力になることも不可能じゃありません。要は我々地元住民の意識を高めることが何よりも重要なんですよ。戦後からすでに70年が経とうとしています。私たちは今まで自分の暮らしあるいは平和に気を取られ、行政や法律あるいは条例といったものに対してあまりにも無関心すぎた一面がありました。だからこそ一部の勢力によるさまざまな動きをもたらすとともに、
それらをやすやすと許し続けてしまったのかもしれません。私たち日本国民が死死孫孫にいたのだ、祖国で平和に安心して暮らせるためにはじっとしていてはダメなんです。国民一人一人の確固たる自覚が不可欠なんですよ。そのためにも我が国日本の輝かしい未来を私たち国民の手に委ねられている、そういう明確な意識を保ちながら、現在もそしてこれからも起こりうるであろうさまざまな問題を解決していくという覚悟、この覚悟こそが今私たち一人一人、国民の一人一人に求められているんじゃないですか。自主基本条例を止めるには私たち一人一人の自覚とその意識の結集、これが欠かせません。今日からでも皆さん、自主ウイルス条例を止めましょう。発症しないようにしましょう。何とかして国民の意識を高めて結集しましょう。以上をもちまして、講演を全て終わらせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。